チームエイトバレンタインキスで大発表中スペシャル。イエーイ。皆さんこんばんは。あさって2月14日はバレンタインデーということで、バレンタインキッスを BGM にチームエイトから大発表をしたいと思います。やったー。その前にせっかくのバレンタインなので、ファンの皆さんにチョコをプレゼントしちゃいましょう。いいですね。はい、じゃあまず私からいきます。はい、私のチョコレートはこれ。え、おー、はい、おかわいい。はい、高橋彩音です。バレンタインデーキース。わーい、かわいい。続いてなぎちゃん。はい、私からはセバスチャン・ブイエさん作の誰やねー、チョコレートプレゼントチュー。かわいい。はい、続いてハマー。はい、私からはミュゼ・ドゥ・ショコラ・テオ・ブロマ監修のチョコレートです。イエーイ、イエーイ。すごい嬉しそう。はい、浜さゆなです。はい、バレンタインデーキッス。かわいい。いいね。はい、そして本日は特別にショールームさんがこの配信限定でキスマークギフトを用意してくれました。おー、すごい。ありがとうございます。オリジナルっていうところに入ってるので、皆さんもガシガシ私たちにキスマークを送っていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、ということで今夜の配信は、ね、何なんでしょうね。ドキドキでしょうね。大発表、まあ、バレンタインということで、うん、バレンタインの思い出ありますか。バレンタインでも、昔はね、結構みんなに、ね、メンバー同士で、ね、初めの頃は、もう46人、に作ってあげてたから、ね、前日のバレンタインとかはマジで大変で地獄のようでした、かでもそのもらいたいから、もらいたいから作るみたいなところあったかもしれない。あげないとくれへんからっていうのはありましたけど。そうだよね。どうですか。確かに。でももう作らないよね。もう作らないね。作んなくなっちゃった。なんか後輩ちゃんができるようになってからは、なんかもらくれるんだけど、じゃ作っていかないから絶対、とホワイトデーにあげるねって言って、そうホワイトデーにあげるねが、もらいたいよね。もらいたい。もらったらめっちゃ嬉しいよね。ね、そうだからもらいたいかな、チョコは。もらう派。確かに。なんで渡さないとあかんねんっていうテンション。逆にね、もらいたいかな、っていう感じ。でも自分用にこの間チョコレート買った、かわいい。買っちゃった、でも、私そのこの前その仕事でチョコレート屋さんにお手伝いしに行ったんです。めっちゃいい。その時に作ったんですよ、チョコ。自分で。そう、いい、お店の味でした、ちゃんと。いいな。型に流し込んで固めるだけの役だったんで、味はお店の味やったけど、なんか自分で作った気になった。すごいプロなんかなって。すごい、2人とも大人なバレンタインしてるじゃん。そう、意外と ね、お仕事でそういう機会があるのは嬉しい。めっちゃいい。すごい成長ですね。ありがたいです。はい、そんな感じで、では早速お大発表、大発表に参りましょう。嬉しい。なんと VTR があるそうなので、なぎちゃん VTR 振りお願いします。はーい、 VTR スタート。かわいい。はい、めっちゃかっこいい。なんかおしゃれだ ね。なんか最近凝ってるよね、こういう、すごいよね。そう、おしゃれ。最近大舞台だね。はいはいはい。お、第5弾。なになに。え、おしゃれ。そうだ、かわいい。すごい、めっちゃおしゃれ。めっちゃ唇ね、聞き覚えある。あ、よ、あ、横内さん出ました。エイトのパパ。パパ、はい、あ、いいですね。ああ、いい発表。いい発表でした。はい、誰卒業発表って思ってた。本当だよ。ということで、まだだぞ。AKB48 チーム8キスバイ8エイスアニバーサリースペシャルパフォーマンスの上映が決定しました。イエーイ、やった。イエーイ。
嬉しい、ありがたい、はい、キスの上にね、うん、ちっちゃい鉢を乗せて、うん、読み方はキスバイエイト、はい、チームエイト単独舞台としては第5弾です。おまさに結成8周年の大イベントでーす。やったっす、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがたい、はい、このキスバイエイトは4年前に行ったチームエイトの舞台キスキスキスの進化版。おレギュラーメンバーで出演したハマ、うん、舞台の思い出をお願いします。いやそうですね、でも本当に、うん、なんかそのエイトだけで舞台することが私はその時に初めてで、うん、でもオムニバスなんでいろんな物語があるんですよ、うんうん、だから本当に大変でした、うん大変。しかも前、うん、稽古場が遠くて遠くて、で その時夏だったんですけど、うんうんうん、もう夏汗ダクダクになりながらみんなで歩いて帰っての、うん、もうその嫌な思い出が蘇りますね。嫌だったね、うん、はい、でも、ね、なんやろ他は私でも結構なんかそのいろんな役をしたんですけど、うんうん、なんかやっちゃんっていう役をしたんですよ、はいはいはい、お金を持った娘をやったんですけど、うんうんうん、それが未だに人気です、うん、ファンからファンの人の中でどの役が一番好きって言ったら、うん、結構マジ1位、うん、2位争うレベルでやっちゃん出てくるので、やっちゃんです。どうなんですかね、次あるのか分かんないです。しかも横内さんがなんせやっちゃんを一番気に入ってる、うん、そうなんだそうファンの人の中よりも誰よりもやっちゃんのことを好いてくれてるから、それは嬉しいなって。じゃあ期待度高いですね。そうなんですよ、なんか写真が、うんうん、あるとかないとか見たい。あ、かわいい。でもこれはそのコンサート、そのライブもしたんですよ、うんうんうん、でその時にやったんですけど、でも最初のやつ、うん、唇を使って、そのこのそれこそアクリル板に、うん、あのめっちゃ口紅を塗ってキスをするっていう演出があったんです、うん、すごい、もうみたいな。でこれの、うん、その位置もめちゃめちゃ細かくして大変でした、これは。そうこれじゃん。そう、ね、だから本当に、ま、これはキスされてる山田七海とキス。これはそう飛び赤